皆さんこんにちは。元お天気キャスターであり女性アイドルグループ AKB48 の元メンバーでもある柏木由紀さん。 AKB48 歴代最長となる17年間人生の半分以上をアイドルとして生きてきた柏木さんですが、ファンへの丁寧な対応から握手会の女王と称され、卒業となった今年4月まで黎明期からグループを支え続けてきました。さてアイドルといえば恋愛禁止、そんなルールから解放され恋愛解禁となって5ヶ月が経った今、ついに柏木さんの結婚についての情報が浮上しました。そこで今回は国民的アイドル柏木由紀さんの恋愛事情について深掘りしていきます。ぜひ最後までご覧ください。ハイパー塩対応。2024年4月30日をもって17年活動した AKB48 からついに卒業した柏木由紀さん。15歳で鹿児島県から母親と上京した彼女は、2007年に AKB として NHK 紅白歌合戦に初出場を果たしました。2009年には個人活動として昼帯 TBS 系のお天気キャスターに抜擢され、歌手としてソロデビューもしています。2018年には故郷鹿児島を舞台にした NHK 大河ドラマ西郷どんにも女優として出演。そんなアイドルとしても女優としても大活躍していた柏木由紀さんが、歴代最長17年もの長きにわたる活動に終止符を打ち、現在はソロとして新しいスタートを切って活動されています。またアイドル卒業ということはついに恋愛解禁となったわけですが、柏木さんの恋愛事情は現在どうなっているのか気になりますよね。なんと卒業から5ヶ月が経った9月11日熱愛を報じられたのです。卒業公演中には秋元康総合プロデューサーから寄せられたサプライズの手紙の中で、柏木結婚おめでとうと切り出し、お幸せにと祝福する一幕がありましたが、卒業公演直前の囲み取材の中では、今の段階本当に予定ないですと答えていました。アイドルの卒業といえば結婚というのがお決まりのような流れでもありますが、柏木さんは自身の結婚について、結婚が決まっているから卒業するわけじゃなくて、本当に今はないですけどできるなら絶対しませんとも言えないですけど、そういう素敵な出会いがあったら結婚できたらいいなって思いますけど、予定は本当にないですと語気を強めていましたが、そんな柏木さんの熱愛のお相手はお笑い芸人トリオパーティーちゃんのリーダー、すがちゃん最高ナンバーワン、今年大ブレイクしているパーティーちゃんは、リーダーでチャラ男のすがちゃんが自由にボケまくる金子きょんちぃ、信子のギャル2人をダメなんだぜとキザに突っ込むというお決まりの流れと、ブランドロゴを模した決めポーズがキャッチーでたちまち人気に。すがちゃんといえば8月下旬自身の単独ライブに柏木由紀さんをシークレットゲストとして呼んでいました。公演の中では書き下ろしデュエットソングを一緒に歌う場面もあったようで、ネット上では今回の熱愛報道が出たことで、ライブに出てたのってそういう付き合ってたからゆきりん呼んだんだねというコメントが見受けられました。またニュースポストセブンはこのライブ後の打ち上げで柏木さんの姿をキャッチしていたようです。会がお開きになると2人は別々のタクシーに乗り込み、柏木さんの自宅マンションにそれぞれ到着し、タクシーを降りた2人はぴったりと身を寄せ合い、マンション内へと消えていったそうです。9月10日取材班がライブ終わりのすがちゃん本人を直撃し、柏木さんとの交際について尋ねると、出た初の突撃かよ、せっかくなら面白おかしくね、僕側の気持ちはラブ&ゲッチュではありますけどと、すがちゃんは回答。柏木さんのどんなところが好きか取材班に尋ねられると、
どんなところが。僕は何も誰がとは言ってませんけど、可愛いところですか、やっぱり笑顔じゃないですか、と直撃取材に照れ笑いを浮かべ答えたそうです。また人通りが少ない場所に記者を誘導し、本人が語り続けたのは柏木さんを気遣った言葉と笑いの数々でした。ハイパー塩対応。このように熱愛報道が飛び出し、ついに柏木さんも結婚なのかとファンが騒がしくなっている現在ですが、ネット上では菅ちゃんに捕まる柏木由紀、しっかりしろ、本当に菅ちゃんで大丈夫、ゆきりん心配なんだけど、などの声が。というのも、お笑い界の新星菅ちゃんには不穏な噂が流れているからです。昨年9月、菅ちゃんの知人によると、菅ちゃんはキョンチーさんの親友と3年近く交際しているのですが、彼の浮気が原因で大喧嘩に発展、現在修羅場になっていると言われていました。菅ちゃん本人が言うには、何もしなかったが、女友達とホテルに行ったことが彼女にバレて、現在は冷却期間中、浮気はしていないとのことでしたが、ホテルに行っておいて何もしていないという言い訳が通ると思ったのでしょうか。このように浮気癖の過去も気になりますが、それ以上に心配なのは金銭面での問題についてです。ハイパー塩対応。8月14日に放送された TBS 系水曜日のダウンタウンでは、昔不義理をした人に謝りに行く系のロケ、許してもらえるパターンかと思ったら、当時の温度感のままブチギレられるドッキリ第2弾を放送。ターゲットとなったのが菅ちゃんでした。菅ちゃんは養成所の同期で、今は芸人を引退し耳鼻科医師となっている倉内さんに謝罪することに。とにかく優しい倉内さんは事務所ライブで出演最後の一席をめぐり、菅ちゃんとじゃんけんで決めることになるも、じゃんけん直前で、俺はパーを出すからお前はチョキを出せとわざと負けてくれ、菅ちゃんに活躍の場を譲ってくれたほどでした。飲み会などでもお金はいつも倉内さんが支払ってくれたそうです。そんな倉内さんに菅ちゃんは30万円を無し、心よく貸してくれたそうですが、菅ちゃんはすぐに借りたことを忘れ、それから2年が経ち、今では生活に余裕ができているにもかかわらず、1円も返していないそうです。菅ちゃんはあげるって言われればそのままと返す気持ちもあまりなさそうだったんだとか。このような状況でドッキリ開始、菅ちゃんは久々に倉内さんと対面。怒ったことはほとんどないという倉内さんは、必死の演技でヘラヘラすんなよなどと激怒し、菅ちゃんの腕に高級腕時計があるのも見逃さず、そんだけあればその中の一部を俺に返してもおかしくない、許せねえんだよと爆発し、30万耳揃えて返してほしいと訴えました。菅ちゃんは時間がかかったんですけど、受け取ってもらえたらと返すつもりのなかった30万円を返金し、そこでネタバラし、菅ちゃんは心底ほっとした表情を浮かべ、倉内さんも30万円はシャンパン1本入れたらちょうどいいぐらいだからと笑っていました。放送後、倉内さんは X で、菅ちゃんが返してくれた30万円は ATM 袋のまま取っておいてますと写真をアップ。これでまた久々に倉内会やろうねと呼びかけ、シャンパンではなく菅ちゃんたちと飲むためにお金は取ってあるという優しさを見せていました。結果的にこれは倉内さんが優しかったおかげでいい話で終わっていましたが、菅ちゃんは30万円もの大金を借りていたのにすっかり忘れ、返さなくていいならもらいたいなんて発言までしてしまっていました。仮にもバラエティのノリだったとしても、この発言はきついですし、お金と時間にルーズな人という印象がついてしまいました。そんな人との熱愛が報じられた柏木さん、
恋愛は自由ですが、柏木さんからもお金を借りているんじゃないかなんて考えてしまいますね。しかし柏木さんも現在33歳、過去には彼氏や結婚というより子供が欲しいと子供について語っていたということもあるため、今この時期の交際ということは真剣交際であり、結婚も視野に入れて子供についても考えているのではと考えられます。真剣に交際を考えるのであれば、全く浮気しない男性を選んだ方が良いのかもしれませんね。柏木由紀さんの電撃結婚、そして第一子出産となるのはいつになるのでしょうか。今後の展開に注目しながら引き続き応援していきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。